どうも、おやっとさーです。入江健です。今回は鹿児島市の人気店夢を語れ鹿児島さんをご紹介します。2024年9月28日をもって3年間出店期限が終わり、閉店するお店で激うまな二郎系ラーメンをいただいてきましたよ。なお、このチャンネルでは鹿児島のラーメンを中心に毎月不定期に2本の宮崎のラーメンもご紹介してますので、チャンネル登録お願いします。それでは最後までお楽しみください。この動画の提供は、プロテイン週間始めてみませんか？溶けやすい、美味しい、続けやすい、本格的素材にこだわった3種類のソイプロテインのピュアパートナーの提供でお送りします。入江健ラーメンズクラブおよびこのチャンネルはご覧の各店舗様のご協力によりお送りいたします。いつもご協力ありがとうございます。公式クラブ会員募集中です。協賛店に行けばトッピングやライスが無料など、何かしらいいことがありますよ。気になる方は公式 LINE にてお問い合わせください。はい、どうも、やっとさーです。入江です。いつもありがとうございます。今日夜ですね、9月25日19時45分ですね、愛良市市街地方面から鹿児島市方面に向かっています。今お邪魔しようと思っているとめ お店はですね、鹿児島市、あそこは伊豆路通りっていうのかな、伊豆路じゃないな、なんつうんだろうな、夢を語れ鹿児島さんに向かっております。はい、2年前ですね、確か撮影させていただいて、夢を語れさんね、二郎系の美味しいラーメンをね食べさせていただきました。夢を語れさんね、3年くくり期間限定のね出店ということで、もう今月9月28日だったかな、で閉店予定ということで、まあ、ちょっと慌てながらの お店に行く感じなんですけども、撮影許可の方はね、インスタグラムの方で、撮影許可いただいてます。そうですね、ちょっといろいろお客さん多いみたいなんで、普通に、食べる感じで撮影してくださいみたいな感じでは言われましたけども、まあ、ちょっとね、お客さんの入りようも、加味しつつですね、行ってみないとわからないっていうところですね。まあ、もうね、年なんでね、50はもう過ぎちゃってるんで、そんなにねバカ食いみたいなのがねできないんでね、ぼちぼち食おうかなと思ってみたりするし、なんだろう、やっぱりちょっとせっかくなんで少し野菜増しぐらいはしてみようかなとかと思いつつ向かっております。まあ、結局は現地について決めるんですけどね。はい、ということでね、どんなラーメンでやるかね楽しみにしながら気をつけて行ってきます。さあ、伊豆路のね交差点です。左から来ないから OK。 さっきね、期間限定って言いましたけども、3年間のね期間限定みたいです。これめっちゃ並んでるね。いや、これはちょっとやめとこうかな。すげえ並んでる。鹿児島市電伊豆路通り電停から徒歩5分くらいのところにあります、鹿児島市大黒町夢を語れ鹿児島さんにお邪魔します。こちらが夢を語れ鹿児島さんのメニューになります。今回この中からラーメン、麺の量は 200g、 トッピングはうずら、生卵は売り切れでした。コールは全部なしでいきます。2時間ちょっとほど待って席について夢を書き込んでいたところにコール、ニンニクは普通でお願いしました。しばらく待っていると尺丼です。Thank you.
さあいただきますということで、まずはスープから。お、このスープ、うまい。動物系のうまみとしっかりとしたパンチの効いた醤油の返しが印象的。スープのベースは豚骨、そこに関東系の醤油をベースとした秘伝の返しを配合。スープのうまみもありながら、かなり醤油の返しのパンチが効くスープ。もう一度スープをすすった後は、まずは豚からいっちゃいます。肉厚、大きさ十分。口に含むとふわっとした食感とともにトロトロと脂身が溶け出してくる。その豚の旨味、脂身の旨味が口の中に溢れててパクパクとまた食らっちゃいます。さあ天地返しをしてしっかり混ぜていきます。天地返しをした時の湯気から出る醤油の香ばしさ、リフトアップして出てきた麺は太麺ストレート。この麺うまい。スクエア形状で表面はツルッとしていてねじれが目視できる麺。がっしりとしたコシにわしっとした食感。麺とスープとの相性が良く、麺がスープを引き連れ口まで運ぶと、麺のわしっとした食感とともにパンチとキレのある醤油の効いたスープが口の中に広がります。すすればすするほど今度は背脂も麺に絡んできて、すすればするほどスープのキレの醤油感と、そして背脂のこってり感も感じながら、うまくてガンガンすすっちゃいます。てなわけで、中盤から終盤にかかってくるともうすでにかなり満腹感も感じつつ、お腹いっぱいじゃないかなと思いながらも、それでもこのうまい麺をガンガンすすっていきます。食べ進めていけば麺をキャッチしたとともに野菜も一緒に口の中に含まれてシャキシャキ感を楽しみ、最後はうずらの卵を食らっていけば、このうずらの卵、茹で加減は固め、醤油だれがしっかり効いています。さあここでもうすでにお腹いっぱい。そんな夢を語れ鹿児島さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。もうすでにお腹いっぱいで、醤油のパンチやキレ感に少し負けてしまい、スープは飲み干せませんでした。ごちそうさまでした。夢を語れ鹿児島さんの SNS を見たところ、9月で夢を語れとしては閉店しますが、長期休暇を挟み2025年10月今の場所で屋号を変えて再度営業を始めるそうですよ。ありがとうございました。美味しかったです。はい、ということでね、夢を語れ鹿児島さんにね、最後の、ラーメン食べさせていただきました。美味しかったですね。もうお腹いっぱいになりました、本当に。待ったのが2時間ぐらいかな。途中で、まあ、人数団体のその繰り上げ的な感じで前に行かせてもらってですね、ちょっと早くね食べさせてもらったんですけど、結局ね、僕が入って食べ終わった頃にはですね、最後の列の方までね食べられた感じでした。本当にこう独特のですね、麺のコシとバシッとした食感、それとともにですね、スープが旨味がしっかりある、で醤油のパンチがすごく効いたスープでした。28日お店が全て3年間の工程が終わったという梅方さんでした。でこの後もね、なんか SNS なんか見るとですね、ヒョードルさんもなんかまた同じ場所でねラーメン店されるそうなんで、その時もねぜひともね頑張っていただきたいなと思います。その時はね、皆さんもぜひこちらのね新しいお店、新しくなったヒョードルさんのお店にね食べに来ていただければなと思います。それではまたね、おやすみ。